さあ、それでは続いてのチームご紹介しましょう。小田原市からのエントリー、佐野さん。今年のテーマは沖縄だそうです。沖縄要素を取り入れた演舞で元気に盛り上げてまいります。
親子でよさこいを楽しむチーム、よさこい武勇伝です。笑顔で元気いっぱい踊ります。応援よろしくお願いします。よいしょー。